前回のボンボンクラフトの A です。今まで作ったものを見渡せるようなねコースにしたいと思います。はい、いいですね。この絵とかいいですよね。ボンボンクラフト通ってる感じ。ほんでこのおもらしちょっと触って、そうですね。皆さんこんにちは、始まりましたボンボンクラフト。お相手は私、じゃじゃーんじゃじゃん口でございますと、はいどうも皆さんこんにちは、コーダです。よろしくお願いします。コーダのグッバイチャンネルのコーダさんでございます。いや来ちゃいましたボンボンクラフト。いやもうねマイクラはね、見てるんでやってるんじゃないの。いやいやだからボンボンクラフト自体もすごい見てるんですよ。そうなんです。実はありがたいですね。それはもうじゃあ世界観とかも全部理解してくださってバッチリですよ。いや嘘じゃねえかこれ。見てる見てる。まあまあでもやりながらすぐ慣れると思いますんでよろしくお願いします。このボンボンクラフトのボンボンタウンはもう夢のあるタウンを目指してますんで、そういうものを一緒に作っていきたいと思います。すごい夢で溢れてるんですね。夢で溢れております。それでは早速ボンボンタウンに入りましょう。はい、こちらボンボンクラフト書いてありますね。ボンボンタウンでございます。きた竹いろいろね上とか下とかいろいろありますけども、はい、はい、ではでは早速幸田さんとまず何を作っていきましょうかというところでございます。はい、はい、僕のチャンネルでなんですけど、はいはいはい、結構ホラーゲームをやってるんですよね。はい、ホラーゲームの実況をされてる、はい、ということで、まあその動画のタイトルが「お化けなんて怖くないっす」っていうタイトルなので今回お化け作りたいんですけど、はいはい、いいですね。怖くないお化け作りたいな。可愛いお化け、そう、みんなに愛されるお化け。いいですね。はい、そんなお化けを作りたいと思います。お願いいたします。宙に浮いてる感じがいいですもんね。そうですね。やっぱお化けはね。はい。井戸から出てきた。いいじゃん。じゃあ地面はもう井戸っぽくして、そうしましょうか。オッケー。可愛くいきましょう。じゃあ石ひび割れた石レンガ、はいはい。か丸石かあたりで。なるほどなるほど。一回敷いてなんとなくのサイズをこうサイズ感を下手くそか俺まだ慣れてないですね。いやいやそんなことないですよ。ここからどういうお化けにします？イメージですか。はい。やっぱさすがに着物は表現できないよね。そうですね。うんなんでいやでも和風な感じっていうのは、うん、いける。いけないです。あ、よかった。うん、そこはね、こう、世界統一的なお化けにしましょう。なるほど、だから、魂的なもの。そう。なんか風船をイメージしていけば。オッケー。こう、ちょっと、ぽくできるのかな。そこに、尻尾と手と、あとな顔みたいのを作れば、こう、いいんじゃないかな。だから、風船がね、気球を作るような感じで。ちょっと作っていきませんか。じゃじゃんさん。はい、コーダさん。それでいきましょう。これどっちが顔ですか。ちょっと顔がないと。俺顔のとこ平面にしちゃいません。そうですね。はい。そうだね。北海道の方を見る。北海道。そうですね。ちょっと一回目つけてみてちょっと。目ね。あ、そこに目がある。ちょっと違います。俺が思ってたよりちょっと上。あ、上でした。いやちょっと目が上な子なもんで。はい。可愛い。あ、いいっす。いい感じ。いや今の可愛いじゃんがちょっと今自分で言っててちょっとムカついた。なんだこいつと思って。いい年こいて。あ、いいじゃん。可愛いじゃん。ハマんじゃない人じゃない。あ、いいすごい。ちょっともう愛着湧いてきた。あ、確かにいい。ドクロみたいだなこれ。いやそんな怖いもんじゃないですよ。可愛いもう萌え要素が。嘘。はい。なんかドクロみたいな。いやなんですかドクロって。ドクロですよ。ねドクロにするの？ねえなんかヒゲみたいの生えてきたよ。ドクロじゃないこれ。ドクロっぽくないこれ。違うもんドクロじゃないもんこれ。ドクロはやめましょう。ドクロはやめましょう。よし。よかった。口ですね。口。髪の毛。はい、なんで今髪の毛つって僕の方見たんですか。ねえ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 、どういうことですか。いや、ハゲてるねとかじゃないの。そうじゃなくて髪の毛生やしていいかい。ちゃんと帽子の中に髪ありますからね、これ。生やしていいかいっていうあれで髪の毛って言っただけだ。いいっすよ。髪の毛ってやっぱお化け違うかな。いやいやいや、まだお化けになったばっかりのお化けって髪あるんじゃないかな。ちょっと世界観がよくわかんないですけど、髪あるお化けもいるよね。いますいます。ゾンビとかも髪あるもんね。そう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 。いいよね。はい。ゾンビの髪の毛ちょっとすごい。ちょっと傷んでるけどね。シャンプーとかね、一回してあげたいよね。お父さんみたいだけどね。何がですか。これお相撲さんみたいになっちゃったけど、うん、この子がですか。うん、髪の毛生やしたらちょっとこれなんかヘッドホンステレオしてるみたいにしたいな。ヘッドホンですか。そうなるとここ違う。あ、右、あ、なるほどなるほど、そういうことですね。あれだよね、おしゃれな色にした。じゃあオレンジ。オレンジ、ああなるほど、オッケー。あーすごい。いや、あーヘッドホンだ。ヘッドホンなんかこうやっぱノリノリで。あ、いいね、かわいい。かわいい。いやいや、気持ち悪いから。そして。はい、ということで、はい、お化けが完成いたしました。嬉しい。よかった。ただのお化けじゃないです。かわいいお化け完成いたしました。かわいい。かわいい、かわいい。では、見ていきましょう。こちら。じゃじゃーん。おお。井戸から出てきて音楽聴いてるっていうヘッドホンね、設定でございますね。すごい、これがいい感じにまた決まってますね。ポンとこう出てきた感じでね。うん、井戸からね。ちゃんと井戸も水入ってるんでね。散歩しに行こうかみたいな感じで。ああいいですね。じゃあちょっと部屋に遊びに来てくださいよ。部屋に遊びに来て。はい。何ですかこれは。いや、こっちですこっちです。ちょっと尻尾見てきて。ちょっとそっち行ってみましょう。こっちこっち。ここ。はい。ここでは扉があるぞ。はい。お、中に入って、なんとイエーイ、かわいいお化けの中にはい、実はちょっと宝物とかも入れれるような、はい、はい、スペースを作っときました。ちょっと、でも、倉庫感ないえ、なんすか。なんもなさすぎて。いやいやいや、ちゃんとあるじゃないですか。倉庫感があるよ、これ。光もあれば、ちゃんとこのね、クリスタルもあるんで。ラピスラズリあるけど、ちょっと倉庫感がすごい。いや、実はね、中は、コウタさんお願いしましたよって言ったんですけど。なんか楽しい感じの部屋をお願いしますねって言ってたんですけど。いや、楽しいじゃないですか、これ。いや、これ、物置や。秘密基地ってそういうふうに言ってください。秘密基地。湿気がすごい物置じゃんこれ。いやいや、もうそんなふうに言っちゃう。まあそうですけど。まあまあね。はい。遊び心入れたかったんですよ。そうです。中も入れるよっていうね。そうそうそう。ただのお化けじゃないっていう。そう、可愛くて中にも入れて、みんなも遊べるよっていう、そういうわけが今回完成いたしました。よかったんじゃないかと思います。はい、ということで今回のこちらの動画良かったと思う方はぜひグッドボタンお願いいたします。はい、またチャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録お願いいたします。ということで今回はコウタのグッバイチャンネルさんのコウタさんと一緒に可愛いお化けを作りました。はい、ありがとうございました。ぜひ次回もご視聴ください。それではさようなら。グッバイチャー。